1月16日18時42分頃発生しました地震についてお伝えします。まずはこちらです。1月16日18時42分頃、石川県能登地方を震源とする最大震度5弱の地震が発生しました。地震の規模を示すマグニチュードは 4.8、 震源の深さは10キロという形になります。こちらですけれども、最大震度は5弱ということで、地下町の方で観測されたわけですけれども、同じ地下町の中でも震度4のところもあったというところですね。こちらの方を見ていただきますと、能登半島の西側、ちょうどこの付近が震度4、震度5弱といったような状況でした。で、こちらですけれども、ここ1日24時間の震央分布の方を見てみるとですね、やはり1月1日に発生した地震の、その震源域内の方ではまだまだ地震が発生しているような状況となっています。で、1月1日の地震は震源、ともと断層の破壊ポイントはここでした。で、こちらの方からですね、こういう領域と少し傾いたこういう領域、こちらの方に、断層の方が動いていったわけですけども、今回はこちらちょうどですね、西の方に動いていった断層内で発生したものということが予想されます。で、こちらの方ですが、皆さんからいただいている揺れの体感を見るとですね、強い揺れと感じられた黄色のマークの方は能登半島付近にも集中しているような状況です。また地震の揺れの体感の方を見てみるとですね、で、同じ能登半島内でもガタガタ小刻みというところと、ゆらゆら酔いそうというところで、少しこちらは地盤の方の違いによってですね、揺れ方が異なっている可能性があるかなというところですね。で、このエリアですけども、先日の地震によってですね、土砂崩れなどが各所で発生しているような状況です。今回の揺れでまた新たな土砂崩れであるとか、また家屋の倒壊が発生した可能性がありますので、その辺は十分注意をしてください。また復旧活動をされている方、新たな揺れによって二次災害などにも十分注意をしていただきたいと思います。以上、石川県で発生しました最大震度5弱の地震についてお伝えしました。また詳しい情報はアプリウェザーニュースもご覧ください。また能登半島地震の被災エリアの方は特設サイトもありますので、そちらの方で気象情報などもご覧ください。